たり前。お父さん。ただいま。おかえりなさい。怪我なんてないよ。大丈夫だったか。ああ、よかった。よっしゃー、よし、全員無事帰還。作戦大成功っす。星を救う、でっかい初めの一歩だ。うん、お前らピーヒャラ喋るんじゃねえ、捕まるぞ。やべ。うん、次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。うん、うん、アジトでな、忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティワに顔を見せて安心させてやれ。今夜は返さない。マリー、父ちゃん帰った。本日の列車の運行は終了。我が家を。兄ちゃんは広場にいるよ。はいはい。犯人神羅はアバランチ。グレートとスラムって差がある。何、マコーロ8番街、瓦礫で道が塞がっちまったよ。はあ、魔鋼は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨、たまんねえな。おい、あんた、どうした？魔鋼中毒かよ。またあいつか。すすまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろ、シャワー。俺はとにかくご飯ご飯。ジェシーは？今日の反省かな。嘘ばっかり。してたか。うん、ティファと遊んでた。おお、そうか、よし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 。お疲れ様。うん、それどうしたの。ああ、本物でしょ、珍しいね。ん、え、意外だな、クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ、少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ、ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念々しような。報酬の話はティファとしてくれ、会計担当だからよ。片付けが終わるまでマリンの相手してあげてて。俺が？もちろん。ああ。てめえ！バレット、マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞマリン、父ちゃんとの約束忘れなかったな。えらい、えらいぞ。じゃ、
お休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。魔法炉が爆破された瞬間、ね、ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな、これは仕事だ。うん、分かった。シンラを憎む気持ちも分かる。うん、バレットたちと揉めなかった？ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた八番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃああれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望層、部屋は2階ね。この201号室が私の部屋でも、大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるって、それだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから、気持ちよくポーンと払いたいんだけど。 500？ 作戦の準備で物入りだったから、今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。
クラウドやめて。部屋に戻ってろ。離せ。リユニオン。この人は203号室のマルカートさん。病気でずっとこんな感じなんだって。時々様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。おや、あんたがクラウドだね。あたしは大家のマーレで、おととい来たんだって。それまでは上かい？いろいろだ。訳ありか。まあ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子はあたしの孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。異常なし。スパイ中。もう一回様子を見てくる。上より安全ってことで。上に行けなくて。そこのどこかしっかり見ろ。腰の命のこと分かってないやつが多すぎるよ。死んだの洗脳さ。おはよう。ああ。マリンが眠ってるの。静かにね。うん。じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター。水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。ああ、お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。セブンスヘブンのことばっかり。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえばここ。こんにちは。 JS フィルターの交換です。ティファちゃん、いらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいことやったな。その役も変わってくれよ。あんたには無理だ。あん？クラウド！そうだ、せっかくだから買い物すれば。見るだけ見てみよう。冷やかしか。気が乗ったらまたどうぞ。ティファちゃんと一緒にね。それじゃまたお店で。いつもの用意して待ってます。
店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで、ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。上が困るのはいい君だぜ。他事件の犯人はアバランチですって。上なしか。スパイ中マールさん、フィルター交換です。ティーファー、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ手を出しな。マーレさんありがとう。じゃあ行くね。ああ稼いでおいで。マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金、次が最後の武器屋さん。列車が動かねえと食料も日用品も不足する。パニック。ティファちゃん、フィルター交換かな。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中なめてるんじゃねえぞ。払うよな、うん、ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる。それよりバレットの集金はいつ終わるんだ。今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする。そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど聞く。本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい。自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう。武器屋覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ武器屋持とう。瓦礫通りのモンスターなんとかしねえとな。明日俺が。あ、今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん入団希望っすか。場合によってはな。自警団は何をするんだ。いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろう。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。
できたか。ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああ。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも、道知らないでしょ？頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。瓦礫通りはスラムの西の方。モンスターよけの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。ウェッジの言ってたやつでけえ剣だな。ティファちゃん気をつけてな。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。早速お出まし。クラウドの前見せて。集中していく。それ行け。行くよ。切り崩す。決まった。すごい、これがソルジャーの戦い方。ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治し、覚悟はいいか。そこ。うぇっ、刻む。沈め。狙う。決めろ。まあいい。隙を終わりだ。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さて、これはスラムのことで選んだ。仕上げたもんだ。ここで暮らすんでしょ。私に任せて。もう一度行く。そこ邪魔だ。止めた。頼りにしてる。やめやめ。行くよ。狙う。この。そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。つかの間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビックスたちのところに戻ろう。倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早技っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド？
何でもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。二人とも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。ふん。何？あんたを見習って強くなる。まずはガレキ通りのモンスターかな。モンスター討伐数が出たよ。見て見て。やあ、ティファ君、困りがたかい？いえ、強力な助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。追加報酬も差し上げます。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。今後もマテリアを続々と開発していきます。共に神羅に対抗する力を生み出していきましょう。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。うまくいったね。何でもやきっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？自警団は強くなったな。変貌層のマーレさんは星のために爆破されたってこと？もう一回様子を見てくれ。これより安全ってこと？アイテム屋の主人は元気で上に行けなくて。なんだろう、ちょっと行ってみる。テレビで見る。どこで干しても洗濯物だと。ご案内に。結婚式。あれ？あ、お姉ちゃん。マリンは店でお留守番？うん。そっか、友達探しを手伝ってほしかったのに。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって。本当？あのね、友達の特徴は手足が長くてスリムでスタイル抜群。好きなのはご飯があるところとか、おやつをくれる人がいるところとか、あとは隙間。友達は猫の兄弟だよ。はあ、猫探しか。3匹とも人懐っこいから、声をかければ寄ってくるよ。絶対連れて帰ってきてね。結婚して上で暮らす星の命。上州材研究会の何でも売ってくれるって本当？食料品の人お、ティファちゃん。そいつ、何でも屋始めたんだって？ああ。だったら、化けネズミどもを倒してくれ。奴らめ、ウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて、信用ガタ落ちだ。あんた、今笑ったな。
口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。化けネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。化けネズミのくせに仲間思いなのかもな。上から仕入れたアイテムもあるよ。セブンスレブス。あれ？猫の鳴き声。手元をしっかり見ろ。おい、このシミは血の跡か。いらっしゃい。おや、珍しいお客さんだ。さては買い物じゃないな。あんたが噂の何でも屋だな。ま、あんたならやれそうだな。タラが廃工場の羽トカゲども片付けてほしいんだ。あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で。引き受けよう。ありがとうよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。自警団のメンバーだ。じゃ、早速準備していくよね。この土管通りならお店の店じゃ見つからねえもん。ゴールマーケットのミツバチの館で向こう見つけちゃってさ、もう何ギルつぎ込んだかわかんじゃん。セブンスヘブンの客か。低層のムーンはくっそー。セブンスヘブンの客か。片身じゃなさそうだな。店はすっかり閑古鳥だったが、いいことを思いついたんだ。化けネズミどもを一掃した凄腕の何でも屋お気に入りの店として宣伝すれば、どう思う？いけそうだろう？どうだろう、何でも屋。商売は持ちつ持たれつ。
俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ。いいね、いいぞ。セブンスヘブンと何でも屋、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。何でも屋の活躍で生まれ変わったあいつ。コーラーで猫よ猫、うちのパンをくわえてこの奥に逃げ込んだの。あんたたち捕まえてくれない？もう諦めよう。わかる？ライフストリームでしょ？何それ？え？みんな逃げちゃったの？じゃあ帰ってこないの？みんな！おかえり！怖いお兄ちゃんから逃げてきたんだって。ありがとう。なにそれ。そこのエトワール寮の人たち、みんなやっぱり最近猫屋。お、新米なんでもや。バケネズミ、お前がやったって。クラウド君、大変だ。何でも屋だって。アイテム屋から君の話を聞いたよ。協力ありがとう。君の腕前は本物だね。その力をもっと貸してほしいな。実はまたモンスターが出たんだ。桁外れに凶暴なガードハウンド。知ってるよな。神羅の軍用犬だ。瓦礫通りで目撃されている。頼めるだろうか。引き受けよう。助かるよ。俺らじゃ歯が立たないんだ。頼んだよ。危ない犬、どうにかしねえと。危ない犬、どこから来たんだ。お手並み拝見だな。よし、やっちゃおう。ここから、いや、当てる。やり出番だよ。下がっている。どこだ。沈め。追いかけるぞ。おい、こっちだ。ティファー君、クラウド君。
ガードハンドはこの先に追いやった。日が経ってたから気をつけて。集中していく。覚悟はいいか。もう。さあ行くよ。当てる。引き直す。頼りにしてる。俺が出る。当てる。突き落とす。突き崩す。やってくれたか、はあ、ありがとう。あれは神羅から逃げ出した新種だと思う。あいつが問題になったのはいつ頃だ。そうだな、情報が入り始めたのは今朝になってから。つまりどういうことだ。もしかしたら七番街スラムの地下には神羅の研究所があるらしいな。いや、どうだろう、聞いたことがない。ちょっと鎌をかけてみた。申し訳ない。巨大な組織だ。俺も知らないことが多い。ああそうだな、倒したんだ。それでよしとしよう。そろそろ町中に噂が広まってるんじゃない。凄腕の何でも屋がいるらしいぞって。まだ腕を見せるほどの仕事はしていない。へえ、物足りないってわけだ。ワイマーさんが見込んだだけあるな。モンスター動物が出たよ。見て見て、最新のモンスター動物よ。あいつが噂の客。ジロジロ見る。はい、あれ、ネズミの巣にならずに済むわ。八万街の人が牛の命に。プレートにもモンスターがいるんだろ。いないぞ。この先の廃墟区域は封鎖中だ。封鎖中だ。羽トカゲがうろついている、はい、って、あれ、ティーファちゃんか。もしかして自警団の助っ人って君たち。そういうことなら大歓迎。羽トカゲは奥の倉庫にいる。2グループだ。全部倒してくれよな。
すぐ片付け。消えろ。引き直す。はせろ。まだまだ。沈め。や。仕上げだ。消え失せろ。どうってことない。一気に行くぞ。任せて。失せろ。敵じゃない。気をつけ。この撃せろ。よし、やっちゃおう。やっ、そこ遅い。出番だよ。いけるか。やっ、いくよ。仕上げだ。ふっ、集中していく。じゃあ終わりだ。この調子でいくぞ。次を勝とう。
羽トカゲ片付けてくれたってありがとうよ。常連たちも喜ぶぜ。見たところあんたは何でも屋として悪くない才能の持ち主だ。スラムのガラクタを長年見極めてきた俺の見立ては間違いねえぞ。ってことで支柱前に行ってみな。ヤバいモンスターが飛んできたって騒ぎになってるらしい。そういうの得意だろ。ああ、まず己を知りその道を極めよ。そして振り返るんだ。風景が違って見えるぞ。じゃあ頑張れよ何でもや。うちの商品は折々で変わるから勉強がてら覗いてきね。登録番号はちゃんとしてある。俺も化けネズミには恨みがあったんだ。そこのネズミの巣にならずに済むわ。どんなプレートって。スラム星の命の廃墟の封鎖解いたの本当か。手伝ってよ。すいません、管轄外です。いいえ。あ、ティーファー、ちょっと聞いてよ。列車墓場からディングローが飛んできたの。なのにこいつら全然動かない。ん？もしかしてあなたが噂の何でもや？じゃあ手伝ってくれない？ディングローはタラが廃工場の先。近づくには自警団の鍵がいるよ。鍵は近くの木箱に隠してあるから片っ端からぶっ壊しちゃって。列車墓場から凶悪なモンスター。お、何でもや。近くに移動してきてるわ。近くに行く人たちは熱かね。一瞬で終わりだ。楽勝。すぐ片付け。手伝うよ。行く。まだか。じゃあな。よ。この調子で行く。次は勝とう。次に備えろ。分かってる。見つかった？ああ。Fish! Yeah! Yeah!
隙をつく。掴みかける。この消え失せろ。さあ行くよ。当てる。頼りにしてる。ここからだ。撃たれる。攻めるぞ。やってやる。じゃあね。こんなところかな。おかえりなさい。見事倒せたみたいだね。さすがは噂の何でも屋。威張るだけで何もしない兵士とは大違い。警備も変わってもらいたいぐらい。兵士は職業だ。勝手には動けない。人としてどうなのって話でしょ。命令に忠実な奴も必要だ。やっぱりね。元シンナって聞いてるよ。なるほど。あんたと話しても無駄か。私はこの町が好き。ただそれだけ。いいわ。この町は私が守る。あんたに負けないくらいもっと強くなってやるから。お疲れ様。仕事すっかり片付いたね。何でも屋のクラウドの評判も上々。この先どんどん忙しくなるよ。ティファのおかげだ。素直でよろしい。今日の報酬は店へ行けばいいのか。うん。でもその前にアパートに戻らない？少し休もうよ。スラムの心得その1ね。じゃあ行こう。やばいやつを退治したんでしょ。八番街のいつもより人も故郷にいたの。犯人はアバランチ。ネズミの巣にならずに済むわ。手元をしっかり。何でも屋の木。あんたみたいに強くなりたいわ。事件の犯人真の負けた。おや、ずいぶん早いお帰りだね。ちょうどよかった。自分の部屋のフィルターを交換しておくれ。部屋に置いといたよ。はい。何でも屋はお待ち。これは依頼だよ。ティファと仲良くするんだ。あ、しているつもりだ。うわっ面だけだな。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるよ。え？あいつらとは違うんだろ。行きな。先にフィルターを交換しちゃおう。ああ、終わったら来て。待っててね。急いで終わらせるね。できた。聞かせて。村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。ん？戦争中、
ソルジャーは英雄扱いだった。うん、毎日ニュースを見てた。でも俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、シンラのために働くただの、ごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな？異国風なの。へえ、意外。でも似合うかな？私と釣り合う服を選んでね。わかった楽しい計画っていいね。ああ、いいなさて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか？時間もったいなくて。マーレさんには内緒。マーレさん、フィルターは交換したよ。また店に行くね。行ってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃないか。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。チネズミ、チチチチ、どうしたの？シンラの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、ほらああいう性格だから。マコーロの爆発絡みだろ。ジョニーのやつ、いつもみたいにボコられて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか？違う、ジョニーは私たちがアバランチだとうすうす気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え？でも今日は世話になったからな。礼だありがとう。行こう。あいつすぐふざけるから。私たち巻き込まれたりしよう。軍相手にね。もげな、腕がもげな。そんなに引っ張るなって。暴力反対。
クラウド、あそこに隠れよ。痛いってな。模範市民に何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。と、まさかジェシー、あのポニーテールか。ID は引っ掛けだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さーて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん？なんだお前は、仲間か。なんだ、誰かいるのか。ああ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら、暴れ。そら、どういうつもりだ。もうやるしかないよね。死にたくなかったら町を出ろ。は、はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。ジョニー、大丈夫かな。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。うん。どうした？クラウド、やっぱり変わったね。どこが？例えば、うん、その目。前はもっと。ソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。さあ、店に戻ろう。でしょ。ま、そうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか。ティファ、私もちょっと疲れちゃった。ねえ、ミッドガルにはずっと。そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか。じゃあどうする。
もう少し街を回ってみる？ただいま。おかえり。お散歩？そんなとこ。おい、下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は？マリン、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。どうぞ座って。何にしましょう。きついのくれないか。言ってくれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。え、次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。Thank you.
おとなしく待つか。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。投げ出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む。ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか。あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。あ、じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。だはは、極楽。ビックス早すぎ。ごめんね、今はみんなと話がしたいの。ごめんごめん。それから無茶すんな。大一番が控えてんだぞ。だから。おお、報酬ならあれ以上は出せないぞ。邪魔が入った。続きは。ああ、余計なことを忘れて集中。後でね。で、なんだっけ。こういうの久しぶりだね。本家からいざって時に踏ん張れるかどうかはやっぱ思想次第だからな。おっと、すまねえ。それで追い出されてない。独立だ、独立。ああ、思い出。誘いたいけど残念っす。何の話だっけ。大変だったよね。もう1年か。早いね。お前らのおかげでここまで来れた。ありがとう。よさ、あいつらなんだ。だが近くで見たって情報は上がってんだ。兄ちゃん、近所の人かい。まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか。この辺りに根城があるらしい。どうだろう。ふん、鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ。200。300だ。ちゃ、まあいい、じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。
クアッカ見てんじゃねえ。だろう、仲間か。あいつらの仲間。どけ、じゃあまた。雑魚どもの視線がうるせえな。ウォールマーケットとは大違いっすね、兄貴。無茶はすぐ。兄貴は怖え人だぜ。逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。隙をつく。そうだ、食いや。医者の死にはこれからだぜ。キッキッキッ。終わりだ。いや、いるよ。集中していく。失せろ。消えろ。右腕が銃の男の話だったな。いや、なぜ探ってる。俺は命令されただけで何にも知らねえんだ。だから命だけは。出っ。行け。神羅がバレット。俺には関係ないな。スラムの心得その1、部屋に戻るか。最近たまに見た。お、商売仲間を。何でも屋の活躍で生まれ変わったアイデア屋さん。爆破事件の。あんたみたいに強くなりたいわ。おかえり。遅かったね。お、なんつって。話があるんだけど、入れてくれない？じゃあ、前置きはなしで。今度は何の礼だ。次の作戦に押せなかったお詫び。あ、じゃないとしたらなんだ。取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街、プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。お、手付金代わりね。私の計算だと出発したら朝まで戻れない。準備は今のうちにしっかりね。終わったら教えて。準備は OK？ じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。